三森すず子のあれこれチャンネル。はい、ということでミモパの当日がやってきました。今ねメイクをしてもらって、これから歌のリハーサルに行ってきたいと思います。今日の楽屋は千春と同じ楽屋です。しました。パルニャスね、はあ。緊張する。おめでとう誕生日。ありがとう。ありがとう。よろしく。久しぶりにユーナの声を聞けて嬉しかった。すごいリハだけどまだ。でもさっきなんかオーロラデイズはユーナだったけど、ユキのバトンテルイに強かったねって言われた。あ、確かにちょっと抜けたかも。確かに。でもなんかすごい。どっちとも言えず、すごくどっちとも言えない感じだった。なんか醍醐味って感じだったということで、これから本番です。これはあの武道館の時に着てたドレスを今回久しぶりにまた着てみたんですけれども、どうですか？数年ぶりで、ね、よかった、入って感じです。で今日はね、あの MC でアイミの妹の千春ちゃんが。千春です。はい、お邪魔します。お願いします。こうやって千春にご協力いただいて、はい、円滑にメンバーを進めていただきたいなと思います。頑張ります。はい、じゃあ行ってきます。かわいい。ちょっと客のいいところで行ってらっしゃい。ビルボードライブに引き続き、今回もこのミモリンバンドの皆さんと楽しく、そしてね、なんという安心感という感じの中で歌わせてもらいました。皆さんもね、手拍子とか声援とかたくさんありがとうございました。頑張ります。
夜の部も行ってきます。ちょっとカナタさん来れなくなっちゃって寂しいんですけど、でもね、ズームで出てくれるらしいので頑張ります。ということで、リモパティパ夜の部も終わりました。いやすごい楽しかったんですけど、もうね、はけた瞬間に、衣装の新しさが泣いてて、私も笑い泣きしちゃったよねでもね、すごい楽しく、終われてよかったです。また皆さん、日本で、ね、活動するときはぜひライブやらイベントやら何になるのかなわかんないんですけど、また楽しみに待っててほしいなと思います。ということで、ありがとうございました。ということで、本当に皆さんありがとうございましたね。とっても素敵なお花とか温かいお手紙とかたくさんいただいて、本当にハッピーな私です。素敵な誕生日を過ごすことができました。もちろんね、大好きな仲間たちもこうやって駆けつけてくれて本当に幸せです。まあ、またすぐにね会えるんじゃないかなと思いますので、あんまりみんな寂しがらずに待っててください。次回からはアメリカ編になるのかな。